フォース橋は、スコットランドの A 類指定建造物イギリス。指定建造物は、イギリス登録建造物、イギリス重要建造物などとも訳され、イギリスで特別に建築上及び歴史上重要な建築物で法的に指定された建築物を指す。指定を受けた建造物は、下記の各地の組織からの特別な許可がない限り、勝手に壊したり手を加えることを禁じられる。 登録建造物制度は1944年成立の都市計画法が前進となっており、地方当局が都市計画の一環として建造物を保有する制度である。制度には強い強制力があり、登録が所有者の同意なしに行える点に特徴がある。建築物の指定をする法的な組織とはである。イングランドでは、 指定建造物は次の3等級に分類されている。指定建造物はイングランドの全建物の2%にも上っている。2010年現在37万4000件が指定されており、そのうち1級が2.5%で、2級は5.5%、2級は残りの92%であった。ウェールズでも指定建造物の等級はイングランドと 同様なものを使っている。カーディフ城は一級指定建造物北た、アイルランドでの指定建造物の等級はとなっている。指定建造物は8500件が指定されており、北アイルランドの全建物の2%にも達している。そのうち A 級が200件で B 級は400件、B 級は残りであった。スコットランドでは指定建造物の分類はとなっている。 2009年現在、指定建造物は47,400件に達しており、そのうち A 類が8%で、B 類は51%、C 類は残りであった。ありがとうございます。